皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパルどうもパルパルです。今ですね、浴衣着てるんですけど福島にしどきモトクロスをしに来てで泊まってます。今日はですね、全然別に浴衣ともモトクロスとも関係のない内容なんですけど、タイトルにもある通り嫌われるのが怖いっていうことについてちょっと話してみようかなと思います。ちょっと夜遅いんで声がちょっとちっちゃめなんですけど、ボソボソっと話すんですけど、よろしくお願いします。最後まで見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしてます。でですね、嫌われるのが怖いっていう方は結構いらっしゃると思うんですよ。まあ大なり小なり、私が2年間カウンセリングに通って、で、私なりに何が原因なのかを考えたんですね。私の場合ですね。これあくまでも私の場合なので、皆さんに当てはまるかどうかわかんないんですけど、参考程度にしていただきたいんですけど、私の場合は、先日性犯罪の被害に遭ったことを話をさせていただいた、言いません。話をさせていただいたんですけれども、原因の一つが性犯罪に遭ったこと。で、もう一つが、両親ですね。両親がまあ虐待、だったっていう形ですね。私の両親は虐待だと思ってないんですけど、私からしたら明らかに虐待なんですよ。毎日毎日両親が怒鳴り合って、まあ下の人から苦情が来て大家さんが来てとか、毎日毎日やってたんで、子供の前で。で、子供にも激怒するし、まあ暴力的なこともするし、ヒステリックだし、もう毎日毎日もう忙しい感情がっていうのが原因の二つ目ですね。で、一つ目から話していくと、なぜその性犯罪被害が嫌だと言えないっていうことにつながるかっていうと、その被害に遭った時っていうのが、この間もお話ししたと思うんですけど、ファイト、フライト、フリーズと言って、戦うか逃げるか固まるかっていう選択肢しかないんですね。基本的に。脳の機能的にそうなってしまうんですね。で、そうなった時に、やっぱりその時に受けてる恐怖っていうのは死なんですよ。死が迫ってる。死の恐怖で。だから相手の言ってることを私が聞かなければ私は死ぬんですよね。っていう状況がトラウマ化して、他の人間関係にもすごく影響していたっていうことですね。だから、犯人じゃない人、大人になっても、私が大人になっても犯人じゃないし、全然違う、もう誰でも他のもう他人、犯人と、に何かを言われても、例えば要求される、これやってあれやってとか言われると、断れないんですよね。ノーって言えないの。怖いから。なぜなら、だから私はそれが嫌われるのが怖いからだと思ってたんですよ。嫌われるのが怖いんじゃなくて、突き詰めてったら、殺される、断ったら殺されると思っていたんですね。まず。そうそうそう、そうなんですよ。最初に言っとけばよかったけど。うん。断ったら殺されると思ってたのね。うん。これは分かったのは、ほんと最近の話で、なんか、自分の中で、この理解、自分の恐怖の根源が理解できるっていうだけで結構、まだいいっていうか、恐怖は少し和らぐので、それが原因の一つですよっていうことですね。で、二つ目が、まあ、両親の件も似たようなもので、子供、ものすごい子供ですね、やっぱり。子供と大人ってすごいパワーのこう関係なんですよ、上下の。子供のは親がいないと生きられないんで、その親にやっぱり逆らったりしたら死んじゃうわけですよね、その。で、やっぱり死んじゃうってなると、そのトラウマの件とも近いですけど、こう言ってることを飲まないと、聞かないと。あと彼らがそうやって怒っている感情の責任っていうのを子供はすごい感じていて、親が怒ってる時っていうのは。で、その、親の、怒ってる感情をやっぱり全て私のせいだと思って、でも私にはどうにもできてないんですよね。なんでちょっとね、話してるとね、すごいこう胸が詰まってきて、嫌な記憶を話すときって結構頭の中が急にパーンって飛んじゃうことがあるんで、ちょっとゆっくり話したいなと思うんですけど、まあだから原因の一つ目も二つ目も
死に直結するっていうことがあったんですね。なんで子供の頃はもちろん気づかなかったですよ。単に嫌われるのが嫌だから、好かれたいからって思ってたけど、そうじゃなくて言うことを聞かないと死んじゃうってことなんですよ、一番怖いのは。でも言うことを聞いてると、私が望んだのと逆の方向になるんですよね。相手は突き上がっていくから、もう何をするもその仕方するとか、何をするも相手の裁量で全て決められてしまうので、私がそこに存在する意義がなくなるというか、ほぼほぼ。っていうことで、どんどん自分の価値も下がっていきますよね、自分の中で。そういう悪循環が生まれていたっていうことですね。根源的にはトラウマのことと親のことで、人に逆らうということが死に直結するっていう恐怖を私が持ってたってことなんですけど、そこから、その、別の人の言うことも無条件で聞いてしまう、まあ、オーバーファンクションって言って、まあ自分の方がまあこういろいろやりすぎちゃうというかなっていって、でそうするとやっぱ相手に振り回されてる状況なんで、こう相手の気持ちとか相手がどう思ってるとかすごい気になってくるんですよ。でますます自分がなくなると、こう本当負のスパイラルってよく言いますけど、そういう状況でしたね。はい。私は自分がそのなぜ嫌われるのが怖いのかっていうのをこう突き詰めていけたので、最近はまだ言うことができるように若干ね、ほんの少しだけなってはきたんですけど、でもまだやっぱ道のりは厳しくて、なかなか要求をうまいことっていうか、蹴るっていうのが苦手で、すごいドキドキするし、やっぱ相手のこと気になっちゃうんですよね。蹴った後とか、ああ、なんて言ってくるんだろうみたいなことがものすごい気になる。で、まあ、そんなの誰でもあるよとか言うかもしれないんですけど、まあその誰でもあるっていうのも大きい小さいはあって、やっぱり私の中ではその死につながってるっていうのがすごく大きい問題なんですよね、これが。だから多分だけど、嫌われるのが怖いっていう方の中には、私みたいに、まあ、性犯罪には合ってないかもしれないけど、虐待を受けたりとかして嫌な思いをして、子供の頃にですね、そういう風なこう嫌われるのが怖いっていう、嫌われると死ぬっていうイメージを植え付けられて、で大人になってからも嫌われないように嫌われないようにってやってる可能性があるんで、で私の場合はそれに気がついたらすごく楽になったので、もし、ま、似たような風に嫌われるのが怖いって思ってる方がいたら、その原因みたいなのをちょっと自分でこう突き詰めて見てもらえたらなぁと思って動画を撮ってみました。でもまあ、自分で突き詰めるのってすごい難しくて、自分だけで突き詰めるのって。やっぱりね、鏡が必要なんですよ、人間って。で、カウンセラーさんがやっぱり私の場合鏡で、で、カウンセラーさんすごい重要な、で、やっぱ鏡だから、こう、似てくるんですよね。彼女の、私の場合女性のカウンセラーさんなんですけど、彼女の言動とか、その使う言葉ですね。一番重要なのが言葉の使い選び方だと思う、私は。本当に。すごく丁寧なの。こんな健康なコミュニケーションは今までしたことないよっていうくらい本当に丁寧で。そうですね。アサーティブって言うんですけど、こう正直に、こう、思ったことを伝えるような技術。あと相手から聞く技術とかっていうのも、やっぱりそのカウンセラーさんを通して学んだ部分も大きいので、もしカウンセラーさんのところに行かれる方がいたら、本当に慎重に選んでほしいんですけど、日本ってどっかのセミナーみたいにちゃちゃっと勉強して、カウンセラーですみたいな人も結構多いんで、
そういう人のところは行かないでほしいかなと思いますね。自分のね、鏡って大事なの。だから例えばさ、悪い彼氏と付き合ってるとさ、どんどん自分の精神状況も追い込まれていくじゃない？そうやって例えば、私に悪いことを言ってくるとか、例えばブスとかさ、あと切れてくるとか、お前のせいだとか何かにつけて言ってくるとか、そういう人と付き合ってるとさ、やっぱさ、自己評価がどんどん下がっていくんですよ。やっぱりだから周りにいる人っていうのは、すごく選ばなきゃいけないし、とても重要で、そのコミュニティにいられないっていうことは寂しいかもしれないけど、でもその寂しさを抱えてでも付き合う人は本当に選んだ方がいいっていうことを、その嫌われるのが嫌だっていうのを学んでいくうちに学びました。うん、ちょっと水飲もうかな。今日はこんななんか超すっぴんでなんかおでこテカってさっきついたばっかりなんですけど、これから温泉入ってこようかなみたいなことを思っております。こうやって私が思ったことを、なんだろう、ゆっくり話す動画もありかななんていうふうに今後は考えていて、今までやっぱり、まあみんなそうだと思うんですけど、基本的には思いを出す場っていうのがなかなかなかったので、まあ音楽とかね、絵とかあるんですけど、まあなんか言語化して出したいっていうのが私の中で結構あったので、こうやってちょっとちょこちょこおしゃべりしていけたらなと思ってます。ちょっとラジオ感覚で聞いてもらえたらいいかなみたいな。結構そうそう、それで私コメント欄、うち承認制なんでちゃんと読んでるんですよ、いただいたコメント。でその性犯罪の被害を告白してからコメント欄を読むのがますます楽しみになって、そのなんか今まではいただいたコメントって形でちょっとなんか私の中でちょっと線があったんですけど、なんか最近はこうコミュニケーションをすごく取ってる感じがして、視聴者さんとそのコミュニケーションを取ってる感じがすごくなんか嬉しいなというか私普段ほとんど人に会わないので、こうね、私が言ったことからなんかみんなが思ったこととか、別にいいんですよ、誰かを誹謗中傷するとかいうのじゃなければ、全然こう自分の意見とか意思とか書いてもらって構わないので、まあそんなね、連投されると困るんですけど、10個とかね、別に長くなっちゃってちょっと分ける分ぐらいには全然私はいいと思ってるので、コメントも書いていっていただければなと、嬉しいなと思います。まあなんか皆さんに元気なというか、性犯罪のことを言った後にちょっと皆さんに心配させてしまったので、ちょっと私はそんなに今意外と言ってすごく解放感があるよっていうことは伝えておきたいですね。私がなんかまあ一見暗い系の動画を上げるのも別に病んでるとかではないんですよ病んでるというのでもない、うん、別に一応私は作家なので、別に病んでるようにも書けるし、明るくも書けるんですよ、別に。なので、単に病んでるとかっていうよりかは、あれは、ああいう風なことを書いたことで、みんなが思ったことを、こう、コメントとかで書いてくれたりとか、何か思ってくれればいいなっていうことでやってるだけなので、まあそうじゃない時もあると思うんですけど、全然。でも一応、そこまでそれについては心配しなくても大丈夫だと思います、それではチャンネル登録とコメント高評価お待ちしています。じゃあお風呂入ってきます。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。